貌似我很符合他的择偶标准。もしこの動画が好きだと思ったら、いいね、コメント、シェアお願いします。Hello， 大家好，我是刘坤。今天的视频我请了一个比较厉害的人物，大家都想见的人物，都想看的美女，都想知道关于这个美女的一些问题。好了，咱们就今天把这个美女叫上来。Hello， 她的名字叫丰田，她的姓丰田，但是名字的话没有汉字，大概是叫怎么翻译都行，应该叫美雪吧。皆さん全部豊田さんのことをもっと知りたいで、皆全部褒めてるから美人やなって言ってる人が多くて、で、マスク取ってよ、そのセクゴミやしな、恥ずかしいやん、すいません、バッコロゼラバ、恥ずかしいやんな、で、じゃあ一番最初の質問は、豊田さんは好きな食べ物は、好きな食べ物は。シチュー。シチュー？これシチューで中国語なんだよな。他是第一个喜欢吃的东西，我不知道中文应该怎么说，应该是那种类似于咖喱的，只不过是用牛奶煮的那个汤叫什么东西呢？我不太知道啊。嫌いな食べ物は？サザエ。サザエ。サザエ。貝のサザエ。なんで嫌いな？苦いか。啊，这果然是个美女标配啊，有点小可爱的样子啊。然后第二个问题就问他，就是关于日本，他喜欢的日本的地方，就是推荐大家可以去旅游的地方。哎，日本の、トウダさん好きな、なんか多分旅行ここ行ったらいいなっていうところ。伊勢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 。我问他是哪，他说伊势，就是我们在的地方，算是个半岛吧。哎，魅力的なところは伊勢の。伊勢神宮。伊勢神宮，哦，伊勢神宮，伊勢神宮，原来如此，原来如此。哎，例えば他のなんか中国のあの観光、日本に観光に来たらここおすすめしたいわっていう、絶対行ってみてほしいなっていうところあります？おかげ横丁。どこやん？伊勢のおかげ横丁。伊勢の真正面、あそこの。あ、そう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 。商店街。商店街。え、他の国なんか行ったことある？私グアムしか行ったことない。有机会的话，让他去咱们中国。你们有机会，你们要做导游啊。去時間あったらもう機会あったら一緒に中国でそのカメラ向こうの人誰が案内して一緒に旅行行きましょう。やったー。好，下面第二个问题，就是丰田小姐，喜欢男性的一些就是算是择偶观吧。哎，どんな男性好きな男性のタイプ？嘘をつかない。え、その例えばかっこいいとかお金持ちとかそういうこと考えます？考えない。我就问他，就是比较长得比较帅，比较有钱，对这样方面的事情有没有考虑过？他说没有考虑。で、今回もう一個大事な質問です。で、その豊田さんから見ると、僕の言葉見ると。はい、お願いします。例えば、ちょっと恥ずかしいな。思いやりがある。はい、二番目。紳士、レディーファーストがある。あと優しい。听了这个，貌似我很符合他的择偶标准呢啊。なんか僕がさっき豊田さんが言ってるのが好きな男性のタンプあのテープが僕入っとるやん。入っとる。おお、やったやん。听他说的这样的话，我感觉很高兴啊，真的很高兴。但是呢，咱们接着往下问，问他就是我不好的地方吧。じゃあ、トヨタさんから見ると僕がまああまり良くないな、ここあまり良くないなっていうところあります？ない。マジか、そんな完璧やん、そんな言われたらちょっとそれ恥ずかしいな。人家有可能是那个就不好意思说吧，就说没有不好的地方，全是好的地方。中国にはあのたくさんのなんか例えば何ていうかな奥さんのこと奥さんが怖いなっていう奥さんが例えばこれしたらあかんあれしたらあかんっていうあのもう強い奥さんのイメージが多いからで逆に日本にはその奥さんがそういう強い奥さんのイメージが多いかどうか。多いな。
所以大家不要把日本的女性想得特别完美那种，所以这个是有点假的吧啊。で、トヨタさんは自分がそういうなんか強い奥さんのランク入ってる。表には出さないけど、芯が強いかな、我慢強い。やっぱり年齢もあるし、経験したこともたくさんあるから学んできました。好了，说的年龄这个问题，说的学习了很多事情的问题，咱们说一个最重要的一个问题，问他几岁了，大家不要吓掉你的下巴。ちょっと女性に聞くとちょっと失礼かもしれんけど、うんうんうん、年齢はいくつですか？39です。39歳。大家看得出来吗？我感觉很年轻。然后就是，娘さんおること言っても大丈夫？いいよ。他还有一个女儿在上高三，今年毕业。大家看得出来吗？有个高三的女儿，看得出来吗？而且还有一个就是现在是处于单身状态，最后一个就是让他问大家一些问题，大家如果知道的话，在下面留言告诉我，我会再转达给他。来看看节目以后，能不能？中国に行ったことがないから、行くとしたらどこが楽しいか。有的话，在下面评论区告诉我，然后我再转达给他。次は？次、中国ではどんな人がモテますか？次は？次、デートをするならどんなところ？这个问题问得很好。如果他问，如果是约会的话，去哪里比较好？就是啊，这个地方比较浪漫啊，或者这个地方比较好啊，有没有推荐的地点？就是适合约会的地点，有的话也在下面留言告诉我。これかな？好了，以上问题，就是期待大家就是在下面评论。如果喜欢我的视频，点一下关注，期待你的点赞、评论、收藏和转发。我们下期见，拜拜，拜拜。